どうもネクラです。今日はマークミレンさんからアクセサリーをいただいたので、こちらを開封してつけて散歩に行きたいと思います。今日は友達と山に行こうっていう話をしてるので、まあ本格的な登山じゃないんですけど、お散歩に行くので、今日これを開けてつけていきたいなと思います。開けていこう。どうやって開けるんだろう。ここベリってやるのかな。なんか少し違う気がするけど、開きました。すごいかわいい。ちょっと領収書だけ、納品書か、納品書だけ見て。かわいい。え、すごくかわいい。箱がついてますね。見ていこう。めちゃくちゃかわいい。こんなに豪華な箱がつくんですね。開けていこう。え、すごくない？一個一個に箱がついてる。いいね。テンション上がるね。これが多分ギフトバッグかな？今回、今キャンペーン中で、注文するたびにギフトバッグが一つつくみたいなので、数量限定なんだけど、多分それがついたのかな。いいね。クリスマスの贈り物とかにいいかも。15日までに注文するとクリスマスまでに確実で届くので、迷ってる人はいいかも。すごい箱みたいな質感のしっかりしたギフトバッグで、マークミレンのメッセージカードがついてる。いいね。すごくいいね。いいね。開けていこう。今回は指輪を2つもらいました。まず1個目。わー、かわいい。いいね。よいしょ。1個目の指輪がこんな感じ。ピントが合うかな。かわいい。すごい高級感がある可愛い指輪ですね。いいね。華奢なのにすごい宝石がいっぱいだ。可愛いね。一個だけ赤い宝石がついてる。なんだっけな。なんか赤い宝石みたいなシリーズがあって、多分それかな。タグを取ってつけていきます。可愛い。薬指につけるとこんな感じ。可愛いね。これがソフィアホワイトリングの10号です。ちょっとずつ違うデザインがあって、この白い石の部分が全部緑とか、あとこの基板の部分っていうか、ここの金色の部分が銀だったりとか、いろいろデザインが違うものがありました。かわいい。かわいいね。じゃあもう一個開けていきます。すごい。もう一個。じゃじゃじゃーん。もう一個はこんな感じ。チェーンみたいな形のリンクリング。これも同じく10号です。面白くて可愛いデザインですよね。これを今回選びました。いいね。これもタグを取っていきます。めちゃくちゃ可愛い。人差し指につけました。こんな感じ。いや、いいね。かわいいね。めちゃくちゃかわいい。で、このマークミレンっていうブランドがストックホルムでできた新しいブランドで、エレガントでミニマルなデザインが売りのブランドですね。いや、本当にかわいい。めちゃくちゃいいな。ちょっとごつくなるけど、重ね付けしてもかわいいですね。めちゃくちゃいいね。嬉しい。じゃあ、これをつけてお散歩動画撮っていきたいと思います。
というわけでお散歩行ってきました。楽しかったです。指輪も結構入るような動画が撮れたんじゃないかなと思います。じゃあ今日買ってきたものをサクサクっと紹介してちょこっとだけ手帳タイムをしたいと思います。まず1個目、じゃじゃん、お皿に盛っちゃったけどちっちゃいイカ飯を買いました。これは後で食べます。あとは最後に買ったみかん。これね、かなり時間ギリギリだったみたいで、私が買った時にちょうど農家さんが回収しに来てました。売上金とみかんを。あとは、イカ飯のお店で生姜糖が売ってたので一緒に買いました。一緒じゃないな。行きでイカ飯だけ買って、帰りで生姜糖を買いました。途中にある干し柿と迷ってたんだけど、干し柿のお店は早めに終わってしまったので生姜糖にしました。あとはお箸買いました。寄せ木細工のお箸かな。開けてみよう。よいしょ。こんな感じで寄せ木のお箸が5セット入っているものを購入しました。かわいいね。いいね。これは使おう。今までね、100均のお箸を使ってたんだけど、ちょっと
ね、どうかなと思ってたので買いました。ちょっと山の奥で売ってたからカビがすごいので、すぐ洗ってきます。ちょっと置いてきます。うん、まさかカビてるなんて。まあ洗えば使えるので、洗面台じゃなくてなんだっけ、キッチンに置いてきました。後で綺麗に洗って使います。あとは動画でも出ていた大山名水汲んできました。一応生水なので、今日か明日には飲み終わってくださいって言われたので、ほら湧き水だから、生水だから早く飲んでって言われました。これでお湯沸かして飲んでも美味しそうだね。生姜糖と一緒に食べたり、まあ、私はお風呂に入れてもいいんじゃないかなと思って持ってきました。あとは、マシオも買いました。塩ですね。これも買ってきました。なんか、塩って何に使うんですかって聞いたら、何にでも使えますって言われて、まあ食べてもいいってことだったので、お豆腐にかけたり、まあお風呂に入れたり、好きなように使おうと思います。盛り塩に使う人もいるって言ってました。そんな感じ。今日の購入品はこんな感じなので、手帳タイム。していきましょう。じゃあちょこちょこっと寄せて、今日のお茶はルピシアのレモン緑茶かな。レモンバームとかが入ってて、結構レモン風味の強めのお茶になってます。いや疲れたからいいですねお茶が。そう、私こんにゃくずっと食べてたと思うんだけど、このお茶めっちゃ美味しいこんにゃくとか豆腐とかが結構水が綺麗なので、そういう商品が売りみたい。地ビールとかもあった。じゃあ手帳タイムしていこう。はごちゃごちゃしてるけどこんな感じ。ちょっと今日はこの後もいろいろあって忙しいので、この辺で動画を終わります。で、今回紹介したこちらのマークミレンの指輪なんですけど、3つ買うと1個無料になるキャンペーンとかギフトバッグがついてきたり、あと私のクーポンコードを使うと 15% オフで購入できるので、気になる人は概要欄から見ていってください。今回の動画はこんな感じ。こんにゃくばっかり食べてる一日でしたね。今後の動画もお楽しみに。バイバイ。